話は飛ぶんですけどもね、タイ語なんですけども、発音がすごく難しいって言いますよね。で、私ですね、ちょっとこの語のところがですね、なんかちょっと噛み合わせが、悪いっていうわけじゃないんですけども、各関節症みたいな感じになってるんで、もうその時点でですね、なんて言うんでしょう、タイ語の発音が困難です。ですので、少しね、冗談っぽく聞こえてしまうかもしれないんですけども、タイ語を勉強される方はですね、その歯の治療っていうのをしっかりしてないと、発音できないと思います。例えばですね、かなりちょっと話飛ぶんですけども、もしね、ちょっと全然わからないっていう方は大変申し訳ないんですけど、プーインとかの、この何ですか、この要約っていうんですかね、ちょっとわかんないですけど、プーインとか、この発音ですとか、そのゴングーっていう、この何て言うんでしょう、この G のような形になっている発音があるんですけども、それがですね、歯のなんか噛み合わせが悪いと、なんかしっかりできないんですよね。まあそういう時はですね、例えばどうなんでしょう、ポイン、なんか短く発音するとタイの方は分かってくれるんじゃないかなと思うんですよね。なんかね、タイ語をね、やたら早く喋るっていうかね、短く区切るとつながる説があるかもしれないですね。ちょっと分かんないですね、その辺は。よくね、なんて言うんでしょう、なんか声のトーンを変えるっていうのも一つのテクニックかもしれないですよね。例えば私はこういうふうに普通に話してるんですけども、例えばなんて言うんでしょう、バイキンカーオ、ドアイカンマイカー、ちょっと違うかな。なんて言うんですかね、なんかトーンをね、なんか、なんて言うか、ソーン、サンワタラターンみたいな、なんて言うんでしょう、そういったなんか感覚っていうのも、もしかしたら有効かもわからないですね。この動画はちょっと厳しいかな。少しね、まとめますと、少し冗談っぽくふざけているような、まあ雑談動画なんですけども、なんです、本当に難しいんですよね、タイ語って。なんか日本にはない発音が当然あるので、その舌をですね、こう上にこうはっつけるような感じとかがあるんで、この例えば「あペンヤンガイバーン」、この「ペンガヤンガイバーン」が「カップ」とか、こういうのいう発音があるんで、そういうのがですね、歯とかですね、噛み合わせが悪いとうまく発音ができないんで、なのでそういう意味ではですね、歯の治療とかは大切なのかなと思います。はい、ということでね、今回の動画は以上となります。